西成線列車脱線火災事故。西成線列車脱線火災事故は、1940年、昭和15年1月29日に、大阪府大阪市此花区の鉄道省西成線、現在の西日本旅客鉄道桜島線、鰺川口構内において発生した、列車脱線転覆火災事故である。駅員の分岐器切り替えの不正操作により、列車通過中に分岐器を転換したため、気動車、ガソリン動車列車のキハ42000系3両編成の、うちの最後尾の1両が2体のレールにまたがったまま、行使、同駅構内の島や町踏切、現在も同じ名前で存在する付近の構築物に衝突して脱線、転覆。燃料のガソリンへの引火により火災が発生し、脱出困難などの悪条件が重なったことから、死者189名、重軽傷者69名を出す大惨事になった。西成線は大阪駅と臨海部を結ぶ路線で、昭和の初め頃まで閑散路線であったが、日中戦争以降軍需産業が発達し、沿線に多数の工場が建設され、通勤客が激増していた。翌年には電化が決定していたが、輸送能力は限界に近づいており、単線区間もあったため運転本数を増やすことができず、朝夕のラッシュ時には乗車率が 300% 以上に達していたという。当時、ガソリンは戦略物資として統制され、石炭も節約が強く奨励されていた。事故の発生した1940年1月29日の朝、大阪駅を出発した事故列車、下り1611列車は、キハ42057、キハ42012、キハ42056の3両編成で、西九条駅を出発後、六軒矢川橋梁から鰺川口駅までガソリン節約のため惰性で走行するように規定されていた。鰺川口駅に到着したのは午前6時55分で、定時よりも3分遅れていた。西成線は単線であるため、鰺川口駅の前の西九条駅まで来ていた、臨時6001列車、蒸気機関車牽引も出発できずれることになり、同じく蒸気機関車牽引の上り旅客列車も、同駅を発車できず遅れることになった。列車が遅延すると余計に石炭を消費するため、焦った。信号係が早く線路を開けようとして、十分な確認を怠り、1611列車が駅構内の分岐器を通過し終わる前に分岐器を転換した。この重大な操作規定違反のため、最後部の1両、キハ42056が2体の線路にまたがったまま、走行した後脱線し、構内踏切付近の電柱に衝突して転覆した。さらに転覆時に、燃料タンクからガソリンが漏れ出し、これに車体とバラストとの摩擦による火花、もしくは電気配線のショートによる火花が引火し車体が炎上した。なおガソリンタンクが破損した原因は、転覆によるものではなく、脱線時に車輪が敷石に乗り上げた時に動力を車輪に伝達する、継ぎ手、プロペラシャフトが接触したためである。満員の乗客の重みで車体が沈み込んでいたため、接触したものであった。その上折り悪く、大阪湾から吹く西風に煽られ、柴叩く間に火勢が強くなり全焼した。この事故では、耐火構造になっていない車両横転、火災発生、乾燥した冬の気候、西風、超満員と数々の悪条件が重なったため、多くの通勤客が犠牲になった。また、事故車両に乗車していた大味彦太郎車掌は、横転により片側からしか脱出できなくなっていた。窓から脱出しようとする乗客をできるだけ助けていたため、自身も下半身に大やけどを負い、収容先の大阪住友病院で死亡した。事故車両には多くの焼死体が積み重なっていたが、死体を収容していったところ最も下から奇跡的に2名の生存者が発見された。なお、西成線は、軍事的に重要な路線であったため、事故後の復旧作業は迅速に進められ、鉄道省の職員だけでなく、駅周辺の工場労働者まで動員して、当日の正午には運行が再開された。事故処理時に確認されただけで181名が焼死し、その後前日の車掌を含めた8名が収容先で死亡したことで、最終的には死者189名、重軽傷者69名という人的被害となった。現在に至るまで、日本の鉄道事故において正確に記録されたものとしては、史上最悪の死者数を出した事故である。事故の直接の原因は、列車通過中にもかかわらず信号係が分岐器を転換したことである。信号係が操作を焦った背景には、当時の時節柄、戦略物資である燃料節約のための強い圧力があるか、そもそも列車通過中に分岐器が動かせる設計であったことが最大の要因であった。通常、分岐器には砂上装置、ディテクターバーという安全装置が付けられており、列車通過中は分岐器が固定され、切り替えることができないようになっている。この装置は、東海道線などの複線の幹線には設置されていた。事故現場にももともと設置されていたが、事故前に撤去されて、当時の西成線には備え付けられていなかった参考文献、機関車とに記述されている。そのことについては、参考文献にある、信楽高原鉄道事故を参照のこと。なお、列車が通過中にもかかわらず分岐器が切り替わる事故は1926年、大正15年4月9日に横浜の桜木町駅構内で発生していた。この事故は砂上装置があったにもかかわらず、日常的に列車通過中にポイントを切り替える不正な操作を行っていたため、ポイントが疲労破損して事故になったものである。この時は、上り京浜電車が脱線し、その後の車両が切り離され下り線を逆走、下り電車は停車の後逆走して衝突を回避しようとしたが、逆走車に追いつかれ衝突した。この事故では衝突速度も遅かったため、幸いにも大事故にならなかった。なお、信号係は起訴され、裁判により罰金200円、9円の刑事処分を受けた。このように実際に類似の事故が起きていたにもかかわらず、事故防止対策の欠如があったとの指摘もある。すなわち、人間が通常あり得ない操作を意図的に行うことを前提にして、人為的ミスが重大な結果を招かないようにする、フェールセーフが重要視されていなかった。事故の刑事裁判であるが、当時分岐器を転換した信号係の駅員2名が起訴され、服務規定に違反して惨事を起こした責任があるとして、1940年10月9日に大阪地方裁判所で共に業務上記者福祉死罪で禁錮2年が宣告され確定した。また、この事故により引火しやすいガソリンを鉄道車両に使用することの危険性が指摘され、より安全なディーゼル動車の開発が進められた。当時は東京、大阪間を結ぶ高速旅客列車にガソリンカーを当てる構想もあったが中止された。実際には戦争の激化に伴い燃料統制が進み、ガソリン動車の使用は縮小し、ディーゼル動車の開発も中断されることになった。一部の私鉄では、戦後の1969年、昭和44年まで若干のガソリン動車が存続していた。キハ42000系機動車も燃料統制により使用不可能となり放置されていたが、戦後に機関をディーゼルエンジンに換装して再生改造され、キハ 42500 系2台、キハ07型になった。なお、西成線では事故後ガソリン動車の使用を中止し、電化工事が前倒しで行われた。工事は急速に進められ、事故の翌年の1941年に完成している。この工事は慰霊工事と言われ、同時に西成線の分岐器には砂上装置が取り付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。